ご乗車ありがとうございました。あと3分少々で終点福知山に着きます。お出口は右側です。4番乗り場に着きます。車内にお忘れ物、落とし物ないようお支度ください。乗り換えのご案内をいたします。山陰線和田山八日方面特急城崎三高城崎温泉行きは12時45分です。着きました。同じホームの向かい側3番乗り場から特急城崎三高城崎温泉行き着きました。同じホームの向かい側3番乗り場から発車いたします。普通城崎温泉行きは13時5分です。同じく3番乗り場でお待ちください。伊佐、高津、和地に停まります。普通佐賀行きは12時56分、2番乗り場から発車いたします。途中あやめから舞鶴線に入ります。普通東舞鶴行き12時50分。ホーム変わりまして1番乗り場へお越しください。北近畿丹後鉄道、大江、宮津方面、特急丹後リレー3号、豊岡行き。12時55分、北近畿丹後鉄道乗り場へお越しください。特急丹後リレー3号豊岡行きは12時55分、北近畿丹後鉄道乗り場です。普通宮津行き13時17分、同じく北近畿丹後鉄道乗り場へお越しください。ご案内いたします。福知山は民謡福知山音頭と踊りで知られ、古くから丹波、田島と都を結ぶ交通の要衝として栄えたところです。戦国の昔、明智についてが丹波を治めて城を築いたところで、その城跡には城が復元され、現在では資料館となっています。先ほどご案内いたしました福知山城ですが、進行右側に間もなく見えてまいります。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点福知山です。4番乗り場に着きます。お出口は右側です。車内にお忘れ物、落とし物のないよう今一度お手回り品をお確かめください。デッキとホームには段差がございます。お足元十分ご注意ください。小さなお子様を連れのお客様、手をつないでおりください。今日は JR 西日本特急コウノトリ7号をご利用くださいましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。